日本のプレーンオムレツオムレツは卵料理の一つで、起源は古代ペルシャに遡るという。名称は16世紀フランスの料理に由来し、現代ではバリエーションが非常に幅広く、各国で溶き卵を使用した様々な料理がオムレツと呼ばれていて、卵焼きやキッシュパイ、カニ玉に近い料理も見られる。日本では油をひいた鍋やフライパンで溶き卵を焼いて、 折りたたんだ料理が普及している。折りたたんで半月型に仕上げる以外にも、大量の具に焼いた卵をかぶせて防水型に仕上げたり、さらには切り開くなどアレンジは多様日本でプレーンオムレツと呼ばれる料理の場合、典型的な作り方は次の通り。一人前2個か3個の卵を溶き、少量のクリームや牛乳を加えて攪拌するバターを、 フライパンに落として熱して溶かし、卵液を流す固まる前に鍋を持つ腕を叩きながら、手早く返し、形を整えさらに盛り焦がすことなく、仕上がりを美しく、ふんわりとした仕上がりを得るためには、フライパンの使い方、バターの量、火加減の調節などの基本的な調理作業に高い技術が必要となるため、プロの調理人がこれら基本技術の習得のために、オムレツを焼くということも多い。 フライパンに焼き付いたら終わりであるため、美しく仕上げるには、テフロン加工もしくは念入りに油ならしした、鉄フライパンを使う。フライパンの手入れも、技術の一部となる。オムレツは焼け具合など仕上がりの状態を均一に、するために、多少の熟練を必要とする料理であるため、主に外食チェーン店向けの業務用オムレツも、市販されている。作りたてを食べるのが美味であり、 また具の好みもあるので、高級ホテルの朝食ではシェフが客の好みに合わせて焼いてくれるサービスをする例も少なくない。具材を何も入れずに卵液に味付けしただけのものはプレーンオムレツと呼ばれる。ここから様々な具を加えたり、各種ソースやあんをかけるものなど非常に多くの派生型がある。中に肉、チーズ、豆類、穀類、野菜、果物などを入れて、 焼いたり、混ぜて、焼いたりすることもある。また中心部が固まりきらない状態のものは、レアオムレツと呼ばれる。調味には、トマトケチャップをはじめ、レストランでは、ドミグラスソース、ホワイトソース、和風ソース、カレーソースなど、独自に工夫したソースをかけて出す例も見られる。味付けした米飯を入れたものは、オムライスと呼ばれる。同様に焼きそばを入れたものは、オムそば、オム焼きそば、 あるいは、オムマキなどと呼ばれる。これらはいずれも日本で考案された料理である。なお、オムレツは明治初期に西洋茶漬けとして東京浅草の開園邸で売られていたという。日本において明治、大正期から伝わる典型的なオムレツは、ひき肉と玉ねぎを炒めたものを溶き卵で包み込むものである。軍隊調理法をはじめとする。 古い料理本には必ずこのレシピが掲載されており、家庭料理としても広く普及していた。昭和の時代までは日本でオムレツといえばこの料理を意味し、現在も大衆食堂や街、中華などではこのタイプのものが提供されることが多い。スパニッシュオムレツは鉄鍋などにたっぷりの具と卵を入れてひっくり返すことなくじっくりと焼き上げる。 大きめに作って切り分けて出すもので、ケチャップやソースなどの調味料はあまり用いられない。アメリカ合衆国では、朝食メニューとして、炒めたハム、パプリカ、玉ねぎ、トマト、ジャガイモ、チーズ、マッシュルーム、ほうれん草などを混ぜ込む、あるいは挟み込んだ大型のオムレツが定番となっている。これは、デンバー氏の名を冠して、デンバーオムレツとも呼ばれる。中華料理では、 不要炭と呼ばれるカニ肉入りオムレツなど、多くの中華風定番オムレツ料理がある。鍋料理の具の一つとして、卵を薄く焼いた皮でひき肉などを包んだ単餃子という餃子の一種があるが、ミニサイズのオムレツと見ることもできる。台湾では、干し大根を入れたな保持したが、朝食メニューの定番である。屋台料理として、有名な古仙は、カキと溶き卵を水溶きした。 サツマイモでんぷんで閉じる。フランスのモンサン・ミシェルでは、卵をホイップクリームのように泡立て、甘く、ふんわりと焼き上げることで知られるオムレツ、スフレリーヌが名物となっている。ラメール・プラールなどの店が日本にも進出している。ドイツでは刻んだジャガイモ、ベーコン、玉ねぎを加えたい中風オムレツ、ホッペル・ポッペルが食べられている。似通った名前の歌手として、オムレットがある。 オムレツに類似した形状のスポンジケーキ生地にクリームや果実を挟んだ菓子である。丸ごと一本のバナナを挟むスタイルがよく知られるほか、塩キャラメルの味を効かせたものなど多岐にわたる。一説には、1970年代頃に自由が丘トップという洋菓子店が作り、世に広めたと言われている。東海地方では、ゴンドラの名で売り出されたとも言う。英語版。 2020年1月10日閲覧、日本食物史食生活の歴史、樋口清志、著柴田、書店1987、日本食生活史、渡辺緑、著、吉川博文館1981、日本食生活史課金生から近代を山各出版1995出典明治事物起源とあり、明治事物起源石井剣道、 チクマ処防線9 9 7 p 1 2 4に、明治4、5年頃のものらしきと記載されている松屋、銀座に、フランス伝統菓子店、ラメールプラールデパチカドットコム2007年2月15日、コトバンクオムレットデジタル大事線の、解説大人気の東京の定番スイーツが、再び登場。お菓子研究家、猫糸のスイーツコンシェルジュ。ありがとうございます。